ではこれから、最後のセッションになります、パネルディスカッション、タイトルはこれからのデータベースという、パネルディスカッションを行います、司会は、情報システム研究機構の岡田先生です。よろしくお願いします。それでは最後のパネルディスカッションを開催させていただきます。今ご紹介いただきましたが、私は講師をしておりますドクターと申しますが、中学機関としてこの統合データベース事業を現在休業をしているわけですけれども、何よりもこれは5年間のプロジェクトであるというために、その後のことというようなことも現在議論を進めておりまして、総合科学技術会に等も含めて、いろんな方針が現在出されているというところでございます。で、しかし一方ではこうデータベースというのは非常に永続的でなきゃいけないということは本日のお話の中でも何度も出てきましたけれども、そういうものに向かってどういうふうにこれを進めていったらよいかということを、いろんな立場の先生方からご意見を伺います。ちょっと時間が押しているので、フロアからどのくらいご意見いただけるかちょっと分かりませんけれども、そういうことで、なんか結論を出すというよりは問題点と希望というものを明らかにしたいと。で、最初に本当は一人一人ご紹介したらいけないんですが、時間がありませんので、自己紹介も兼ねまして、ちょっと一人ずつ、短時間で、今思っておられることというもののご発言をいただきたいと思います。最初は文部科学省の第一サイエンス課長の岸山課長です。その第一サイエンス課長をしております岸山でございます。今日はこのような機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。早速ですね、短い時間で、少し私の考えているところを述べたいと思います。今までのプレゼンテーションはいろんな詳しい内容の話でしたが、私の方はですね、政策の観点ということで、少しお話ししたいと思います。で、ライフサイエンスの研究の現状という方向で、これはもう皆さんの専門なのであんまりお話しする必要ないかもしれませんが、機器の精密化、あるいは高速化、データドリームの研究なので、大量のデータが算出し、それを使った知識発見、構築、知識の発見や構築、創造的な研究も可能な時代に行くだろうということですが、一方で、今日も問題になった、あるいは問題になったかもしれませんが、データを統制的には扱えないとかですね、あるいはその、一時データベースを公開すべきだという話もあるかと思いますが、一方でそのバリデーションとか信頼性がバラバラ、そういった問題となるかということが指摘できるかなというふうに思います。で、私どもではですね、そういったいろんなご指摘を受けまして、統合データベースというのを作ろうということでありますが、今までライフサイエンス統合データベースプロジェクト、これが今日 の主催になっておりますけれども、こういったその本省の委託機能のと、それから JST のバードですね、この2つがあったわけですが、これをですね、総括会員からもご指摘を受けまして、平成23年に統合し、新しいライフサイエンスの統合データベースセンターを作ろうではないということになっておりまして、これは JST にここ。ということであります。で、技術的にはですね、いわゆるインフォメーション、情報技術や通信技術、そういったものの発達で、集中管理型のデータベースだけではなくてですね、分散ネットワーク型も使えるだろうということ、あるいは仮想的なデータベースに可能になるだろうということで、そういったライフサイエンスの中での技術だけではなくてですね、いろんな技術を組み合わせていく必要があるではないかということで、そこから新しいライフサイエンスが生まれてくるだろうというふうに思います。で、最後のスライドでありますが、私や日本は、例えば予算については国がよく考えているだろうと思いますが、いろんなルール作り、研究者の皆さんのルール作りまで、国が政府までよいのか、多分今後、これからですね、いろいろ今日のディスカッションの中で出てくると思いますけれども、果たして全部国がとか政府にやるというのか、そういったことを訴えたいというふうに思います。それで、研究者コミュニティで医療は何かということも皆さんで考えていただきたいなというふうに思います。
で特にですね研究者の皆さんは自分の研究成果は自分のものだというふうに思う方が多いと思うんですが、まあ、今日ここにパネルにいらっしゃる先生方はむしろ、それをもっとどんどん出せよという立場の方が多いと思うんですけども多いと思います。ただ一般にダークサイエンスの研究者はどうもなかなか外に出したがらないんじゃないかというところなので、やはり強制的に出させるっていうのも手も一つあるかもしれませんが、むしろマインドセットを変えてですね、こういった研究成果っていうのはどんどん出していくべきだというふうになるべきではないかというふうに思います。で、ちなみに例えば化学、先輩に当たるのは例えば化学のデータベースなどもありますが、あるし物理もいろんなデータが出てますけれども、強制的に出させろなんていうことはあんまり聞いたことないので、これはやはりこの分野の研究者のマインドの問題が大きいのではないかなというふうに思います。でそれから研究はどんどん発展していくので、これはデータベースというのはデータベースだけの問題だけではなくて、まあ、先ほどのいくつかのプレゼンテーションがありましたように、データベースはライフサイエンス研究の研究にもフィードバックされていくものだというふうに思っております。でそれをどういうふうに関連つけていくかというのはこれからの課題ではないかというふうに思います。それからちょっとここで言い過ぎかもしれませんが、データベースっていいよね、いいよねって、まあ、多分皆さんこの中では思っていらっしゃると思うんですが、我々私どもはですね、例えば役所で、他の役所、特に 財務省などに説明しに行くと、まあ、データベースですかというような話になるわけでありまして、それは皆さんの中ではとってもいいよねっていうだけじゃなくて、それは、皆さんでは、まあ、私も含めたら我々の論理でありまして、それをどうやって外に持っていくかということも考えなきゃいけないんじゃないかというふうに言うと思います。これ以上です。ありがとうございました。それでは続けて、高井センター長。高井センター長はこのデータベースセンターで現在責任者としてこの事業の全体を見ていただいております。データベースセンターという会社の高井でございます。私は統合化の目的ロードマップ課題というの非常に手短に話です。今日の午前中に河野さんの方から統合プロジェクトの話がありましたけど、少し違う視点で話したいと思います。まず統合化は何のためにやるのかということなんですけども、私どもが考えているのはここにあるように、まあ、知識を集約して、日本で生産されるデータの価値を最大化して、日本のユーザー、さらには世界のユーザーに貢献する。でそうやってライフサイエンスの、生産性クオリティを上げるということが目標だろうと思います。じゃあそういうものを実現するために何が必要かというと、今お話もございましたけど制約のない共有、それからいろんなデータベースに簡単にアクセスできると操作感が統一しているんでしょうか。それから、これも先ほどお話ございましたけど知識発展を支援していく、こういうものができれば、まあ今流行りの言葉であるイノベーションというのが実現できる。そういう中でデータベースの位置づけというのは、今はどちらかというと測定装置が出てきたものを、まあ、何とか整理するためということがありますけど、そうではなくてもう少しライフサイエンスを先導していくというような存在になっているのではないかと、まあ、少し手前味噌かもしれません。そういうふうに考えます。じゃあこういうような目標に向かってどういうステップでいくかということなんですけども、いろんなデータバンク事業のプロジェクトのデータベースもございますし、個別のデータベース、ワンフィンで数百のデータベースも作られております。それの解析ツールも実はで、私どもがじゃあ何をするかと、大体4つぐらいのステップを考えておりまして、最初は、先ほどのところにございましたけども、データベースとかプロジェクト、そういうものをカタログ化するポータルサイトをして、どこにどういうものがあるかというのが分かるじゃないですか。で2番目が、それらの使い方とか使い分けとか、それの意味というのが簡単に分かって、どれをどう使えばいいかというのが分かるようになって、3番目がそれを一歩進めまして、統一的に、まあ、シームレスに、いろんなデータに簡単にアクセスできるというわけです。でそれぞれのデータがどういうふうに聞かれているかとかあんまり気にせずに、統一的に使えている。4番目がそれをもう少し一歩進めまして、より知識発見を支援するために単に検索するというか見るというだけではなくて、それを共有化したり自分のところに持ってきて、それをうまく組み合わせて、解説すると、こういうようなことを目指していく。それができれば、まあ、先ほど言ったイノベーションとか、まあ、データベースとか、こういうような4つぐらいのステップを考えておりまして、今は大体この3番目のところに来ていると。このプロジェクトあと残り2年弱ございますけども、まあ、3番目から4番目あたりまでを少し入り口までをなんとか頑張っていると考えています。
今お話したのは一つ の大きな流れですけども、少し先ほどご質問もありましたけれども、我々自身が統合化するとか共有化するということだけではなくて、皆さんがその実際にデータベースを使う、あるいはデータベースを作るという立場の方も多数いらっしゃるわけで、そういう方たちが、あるいは先ほど製薬企業の中では検索だけではなくてデータ丸ごと持ってきたりとかございますけど、そういうものをダウンロード可能にする、ダウンロード可能にするためにはそのデータを持ってらっしゃる方から集めてくる、お願いをして集めてくるということです。でその、ダウンロード可能にするときに大量のデータがどれをダウンロードすればいいかわからないと困りますので、これに意味情報タグをつけまして、どのデータを、取ってくればいいか、どういうふうに利用することが可能か、できればこれはもう何の条件もなく利用可能にするというわけです。でこういうようなところで私どもがやってるいろんなツールを使ってデータベースを皆さん簡単に作れるとか公開できるとか統合化ができるとかですね、フォーマットとかインターフェースを標準化するとか、辞書とかこういうものは全部我々作ったものは全て無償でと言いましょうか、何の条件もなしにお使いいただけると思います。で最後に、人材育成とかこういうことも目指していきたいというふうに考えています。でこういうようなことを進めていく上でどういう技術的な課題があるかといいますと、この辺りまだなかなか手がついてないんですけども、統合化しようとするとどの遺伝子とどの遺伝子がどういうふうに対応しているかとかですね、どのフェノタイプどのフェノタイプどう対応しているかというのために辞書とか必要ですし、そのための辞書を作る、辞書を自動更新する、あるいはいろんな人の知識を集めていくというようなことの共有化するための技術、文献、これは単にアブストラクトではなくてフルペーパーと言いますけど、そういうのもどう活用するか、データベースがどこにあってどういうふうに、使えるのかというメタデータを自動生成するとか、中村春先生の話がありましたけど、どうクオリティコントロールをするかとか、これデータの加工に移る、いろんなデータを組み合わせ、また新たなデータで作りますので、それがどこ由来のものかっていうのをきちんとトレースできるようにするとかですね、いろいろ個人情報をなんかのセキュアにアクセスするとか、誰が使ったかわからないようにうまくするとかですね、ということがあります。一番最後に書いてありますけども、大量のデータが出てまいりますので、最近のクラウドコンピューティングでありますとか、森下先生の話になった大規模ファイルシステムを、これは Google とか Microsoft とかそういうところしか今なかなか使えませんけども、そういうような技術を使えるようにするということがございます。でこれ以外にここにあるようないくつもの課題があって、今日いくつお話もありましたので、もうあんまりどこで申しませんけども、データの権利とか共有、あるいは営利利用というのはどういうものなのかという考え方を整理してガイドラインを作る、から個人ゲノムの場合は似たような問題ございますけども、個人情報の保護と共有というのをどう両立させていくのか、これは次世代シークエンサー、あるいは医薬品情報は私どももう今一部は使っておりますけども、これをもう少し広げる、あるいはもっと言いますと生物多様性とか地球環境問題とどう連携しているかということです。制度的には、先ほど課長の話もございましたけども GST との連携とか、DDBJS また他府省との連携をどう強化していくか、連続的な選択ということです。で最後に一言だけ、私ども今データを共有するということを目指していますけども、先ほどから何度もその知識発見をもう少し積極的に支援しようという話がございまして、そこのところにはまだ踏み込んでおりません。それは私どもがデータをお預かりしたときに自分たちで解析して論文書いたり特許を出すとなると、なんかデータをよこして全部取られるんじゃないかというような心配ございまして、そういうことがないよということで、今はデータ共有の部分だけをやっている。で将来的にはそこのところご理解が得られれば、もう少しバイオインフォマティクスとか知識発見のところまで踏み込んでいく。でそこのところは一つのこういうものをセンターにするのか、バイオインフォマティクスはまた別のセンターにするのか分かりませんけども、そういう議論をこれからしていきたい。以上です。ちょっと長くなりました。ありがとうございます。先生はよろしいですか。先ほどのお話いただきましたので、また後で。それから金岡先生。毎日コスミ創薬で創薬研究を担当しています金岡と申します。よろしくお願いします。今日は製薬企業でそういう創薬研究を担当しているの立場から。このライフサイエンス総合データベースの期待といったようなことを少し話したいと思います。私どもは薬を作るという研究をするにあたって、先輩からは薬っていうのは知識のいろんな多くの人の知識の、知恵の塊なんだよって、言われてるんですね。言い換えますと一つの薬を作っていく中に、一つの薬には非常に多くの知恵と、知識と、それから情報が、いわば情報が集められているんですね。で、その創薬研究を行っていく中でも、ちょっとここに並べてますけれど、遺伝子から臨床データまで、さまざまなデータ、データベースを活用しております。で、そういったものを使って、オミクス研究、あるいは、
コンピューターエイジットグラフデザインといったような作業を行っていってるわけです。で、今のその統合データベースセンターができて、まあ、統合データベースプロジェクトが動いておりますおかげで、過去にはそのどこなのかわからなかったり、そもそも存在も知らなかったり、まあ、そういったようなデータがにアクセスできるようになったということが、まあ、非常に大きな動きじゃないかなと思っています。で、まあ、それによって、我々、お金と人手を使ってそのやってきていたような情報収集がここで省力化できてしまったり、あるいは知らなかった、非常に重要なのに、まあ、使い方さえ、どこにあるかさえ知らなかったデータベースが発掘できたというような功績があるかなと思います。で、まあ、こうやって大きなデータベースの収集ができてすると、今度は新たな問題として、それをどうやって活用したらいいのかと、先ほど、知識発見、あるいはその仮説を、仮説生成の道と、いうお話もありましたけど、まさにそこのところ、結局はそのデータベースが人に研究者にとって理解できる形に、なっていかないと、その十分活用できないので、そこのところが今度は大きな役に問題になってくるかなと思います。でこれはパネリストに大久保先生がいらっしゃるのでちょっとよいしょなんですけど、そんな意味で、これはクロススピーシーズにその、いろんな遺伝子のまあ、発現頻度がこう一目瞭然にこうやって、一覧線に作れるというふうに、まあ、ボディマップという形でなっているわけですけれど、まあ、例えばこういった形ですね。で我々、まあ、製薬企業、まあ、創薬を担当している中では、例えばこういった形で、これは実は、どちらかというと発現頻度なんですけれど、世の中にはその例えば DNA を使ったような遺伝子発現量のデータもたくさんありますので、そういったものもこういう形で、見れるようになっていくと、我々にとっても非常に役に立つんじゃないかなと、そういったことができるようになることを、製薬企業としては期待しているところです。で、まあ、そういった意味で、今の事例ですけれど、まあ、必要な情報をたくさんの複数のデータベースから、まあ、収集して、それをレポートしてくれるような、まあ、それによって、知識発展、仮説生成といったところを、データベースを扱うところ、あるいはデータマイニングということについては、素人の研究者が容易に扱えるようになってくると、非常にありがたいなと思っています。それから、もう一つ、付加価値ということなんですけど、まあ、サイヤーの EBI とか NCBI とか、そういったデータベースもあって、じゃあ何のために日本でこういうデータベースを作るのと。で、確かに日本語というのは大きな付加価値かなとは思いますけど、でもそれだけじゃないんじゃないかなと思います。で実は、過去10年ぐらいゲノム創薬研究というのを担当してきてて、実は非常に大きな金額のお金をデータベースに私たちも使いました。で、これで、高い金額を払うというのは有用であって他にないからというのが、まあ、一番大きな原因にはなるんですけれど、もう一つはそのデータベースどんなものに有用でどんなものにお金を払ってきたかなって少し考えてみたんですけれど、確実にこうって言った点ですけど、その、お金を払って使っているデータベースの特徴としては、人手が入っているプロフェッショナルなキュレーターが入っていて、まあ、それによって付加価値を高めているデータに我々大きなお金を払っているという傾向があるような気がします。そういった意味で、今後このこういったデータベースの付加価値を高めるという意味でも、キュレーターがそもそもなかなかその、人材がいないんだという話も先ほどありましたけれど、まあ、そういったことも、できれば、また我々にとっても非常に良いものになるんじゃないかなという、そういう期待をしております。今日の予定です。どうもありがとうございました。次は大久保先生。大久保さんは先ほどご上越先生の話の中でも出ましたように、大学での研究グループとの主催をされて、総合データベースガイドのいろいろ作成に苦労していただきます。ここに総合データベースセンターの課題を書かせていただいたんですが、これはもう上長になります。ボードさんが説明していただいて、田口先生にまとめていただいたと思います。そうは共通なところです。で、
どうしてそのデータベース統合だけこんなにあの大きな、なんだかいつまでもぐずぐず、もう僕らこんなこと言い出して、7年ぐらい、まだなかなか、バリバリ進んでいかないかって考えると、データベースを作るとか、自分で全いろんな種類のデータベースを持って、統合データベースを構築するとかいうのは、個人の問題で、科学、技術の問題、科学技術さえあればできる問題なんですが、皆さんに要求されているとか、僕らがやったデータベースの統合っていうのは、本当の社会に存在して、いろんなところに存在している、データベースを、機能的にでも何でも統合しようってことで、そうすると、誰のデータベースですかっていうのが、やっぱりついて回る、社会の問題になるわけです。幸せさんから、そのモラルというお話がありましたが、やっぱりその社会が共有しているモラルが、ないと進まないような社会の問題で、これは僕ら、実は得意じゃないんです。その社会から、逃げた側ですので。で、その変わった人として、その理想郷のようにその科学データ共有するべきだかとか、いくらやってもなかなかその、下の課長からご指摘にあったようにラフサイエンスのマインドは特にその、自分のデータは、期待に汗のデータでなかなか渡さないところがあるので、やっぱり外からその導いてほしい、その、モラル的に優れた人が科学をやってるわけではないということです。で、ここで助かるのが、外圧が、かかってまいりました。経済産業省の方まあよくご存知だと思いますが、OECD が、パブリックでファンディングして取ったリサーチデータのアクセスについてのガイドラインというのを、その国際的な、流通のガイドラインというのを2007年に出してくれました。でこれは、国内法を整えるのは、もちろんのこと、インターナショナルにやり取りするための、枠組みも、世界が持ち出したと。でユネスコは、これは、文科省の、よくご存知のところだと思うんですが、パブリックドメインの情報の大事さを説いて、まずそのガバメントの情報からパブリックドメインに置いてくれというガイドラインを出しています。どういうことかといったら、その、IPIP っていってその、守れ守れのことは、よく意識を言ってるんですが、情報にはパブリックドメインで誰が何をして改変して再配布してもいいっていうフラクションもなきゃ、ネットワークやコンピューターができないということです。全員が自由に使えるデータのフラクションが絶対にネットワークに必要で、それを出すことができるのは、税金しかないということなんです。プライベートセクターにこれを作れているって無理だ。誰がやるかといったら科学がやって、ガバメントがやれと言ってくれているわけです。で、そこでその、次の目標としてご提案したいのが、世界最高水準の、これ流行りの言葉のようなんですが、ライフサイエンス基盤整備というところに世界最高水準のパブリックドメインのデータコンテンツの充実をということをネットも歌っていただきたいと思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。今一応ご意見伺いましたけれども、何かご発言、他の人の発言に触発されてご意見とあれば、今 の、 大久保先生の最後の質問ですけれども、石山社長の、ケミストリーの科学の方では知っていたということなんですが、実はケミストリーの方は、ほとんどが、商用的なビジネスとして成り立っていて、で、最近ちょっとアメリカはパブ研究の出したんですけれども、それ以外のものはほとんどの、データベースを購入するっていう、そういうやり方のビジネスモデルがあったので、それで、比較的長く続いているし、今でも続いてますし、データもどんどん増えていくと、ところが、僕も先生のようにそのパブリックドメインでいくと言うなりますと、その必ず全部税金でやらないといけないという、そういうことになってですね。で、実はそのサステナブルにそれがどういつまでに続けられるかっていう、いわゆるビジネスモデルがきちんとないように思うんで、それに対する対処っていうのをやはりいろいろ工夫をして、
考えていかないと、もちろん理想的にパブリックにするべきだと私も思うんですけれども、それが続かないかどうかが非常に不安な問題だと。まず今明らかなことは、プラスサイエンス系の今、一番カッティングエッジで意味のあるようなそのマッスルのデータっていうのは作るのにかなりのコストがかかって、で、2000年代にアメリカのベンチャーが明らかにしてくれたことは、それにかけたコストっていうのは、限られた人間が見るっていうことでコストが回収できないっていうことを明らかにしてくれたわけです。だから、10人の人がそのデータを消費して一生懸命、考えたとしても、その値段を分担するだけの、リカバーが得られるその可能性が低いっていうことが分かったんです。で、そしたらもうそのデータを出しても仕方ないじゃないかっていう考え方が中村先生の危機の指摘なんですが、試しに1万人で使ってみようぜっていうことなんですよ。10人で分からなかったけど、その、所有権コントロール権を撤廃して1万人の人が見たら、その国に落ちるかどうか分かんないけども、世界の誰か賢い人が、複数のデータをマッシュアップして何か見つける正規確率は増えるでしょうと。そしたら、地球全体としてのコストのリカバリーがあるでしょうと。それを、試してみるって何十年かになるんじゃないでしょうか。の問題は、そらく今研究、皆さん、ここにいらっしゃる皆さんがやられている研究のほとんどは多分税金でやられていて、それによっておそらくリターンがある、それ以上今までかけたお金以上にリターンが戻って、なんていうの、計算される年数で戻ってくることは多分ないでありまして、それは別にデータベースが儲からないという話では多分ならないんだと。それはパブリックドメイン、あるいはその政府なり公共機関でそういったその基盤を揃えるというのは、それは私内閣し、そこは大久保先生の賛成です。で、だからこそ統合データベースセンターとかですね、あるいはその太田先生の情報学研究所とか、あるいは JST がですね、かなり整備されたいるんですね。それは専務やっているのはその焦点になります。ただそのデータを出すとか出さないとかが多分問題があって、個人が抱えてしまう、個人の原子で抱えてしまうことについて、どうするんだっていうのは、それは非常に、また先ほど先生も指摘したし、私も指摘したり、違う面から指摘していますけども、問題は同じでありまして、個人の研究室の研究成果は個人に属するのかということになると思います。で、私はそれは当然個人にもあるかもしれないけれども、税金で高いにはパブリックにあるべきじゃない。しかもその最近イノベーションはオープンイノベーションという言葉が出てきているように、あんまり抱え込んでもダメじゃないかということも言われてきているので、共有をすべきだろうというふうには思います。だけどそれをここを間違えてはいけないのは、強制的に、政府があなた出しなさいというルールを作った方がいいのか。で、私の場合はモラルとか道徳の問題で言ってんじゃありません。それか、あるいは研究者の皆さんが自分たちでルールを作った方がいいのか、そこをよく考えないといけないですよということです。で、ルールを作るのは簡単です。文部科学省が、指針を作って皆さん守りなさいというふうにやるのは簡単なんだけども、それで本当にいいんですか？それで本当にいいデータが出てるんですか？ということです。だからそこはもう皆さんが本当は自分、そういうのを社会から逃避されたという言葉がありましたけども、そんなことでいいのか？ということを私は訴えたいと思います。ありがとうございます。そのオープンという問題についてはいろいろ大きな問題がたくさんあります。単に自分のデータを抱えているか出すかっていうだけではなくて、その著作権の問題とか知財、そういうこと全てが絡んでまいりますので、これを単に例えば統合データベース事業でそういうことを全てやるということは極めて困難。で、現在我々がやっているのはオープンにしていただくためにでお願いをして、その条件というのを整えるということを、個別にするということに非常に大きなエネルギーを使っておりますが、そういうことはちょっと表には出ないことですけれども、高木さんなんかを中心にしてセンターの方々はそれは非常に苦労をしている。で、
これをやっぱりサポートしていくような社会的な体制作りというのは必ずしもその政策決定側がこうしろというということではない形でうまいやり方を考えていく必要があって、それを我々も協力しなきゃいけないと思うんですけども、そこには統合データベース事業の他にサイエンスではない大きな問題というのがあるということを皆さんにご理解をいただいて今後の協力をいただきたいと思います。はい、トラさん。はい、ビジネスモデルがないというふうに言いましたけど、例えばということだけですけれども、その、いろんな政府の研究開発予算で、いただいたグラントに対してですね、その例えば 1% 分はこれはこういうデータベースの統合データベース全体の、研究開発費に、回しますと、そういう考え方もあって、ね、これは一つのビジネスモデルだと思いますね。でそれは我々グラントをいろいろ書いて取ってくるからでいうと、いろいろ大学とか研究機関に関する通費などで、かなり、税金みたいに取られてるなというそういう思いがあるわけですけれども、そういう観点でいうとそれほど違和感はもうないんですね。ですから、それ一つのアイデアなんですけど、そういうやり方でその財務省にですね、石山課長が苦労して言っていただかなくても何かいけるようなやりという、そういうものがあると非常に安定して、将来に対しても心配なく進められるのではないかというふうに思っています。今の全くその反省なんですけども、さっき外圧っていう言葉が出たんですが、一方本当はですね、その出す人はそれによってメリットがあると思えば出すわけですよね。それで現時点では残念ながら我々の実力ではその出してくれる人にあなたにはメリットがありますということを非常に見える形でお示しするということはできない、まだそのレベルに達していないですけれども、概念的にはそれが流通することが結局その人の研究やデータベースにメリットになるということを実現していくということができるはずだと、できるはずだというのがね、統合データベースということだと僕は思っているんですね。で、ただそこに達していないと、そういう過渡期にあると思いますけれども、できることなら内圧がむしろ生じて、その本当に皆さんが喜んで出す、あるいはその出す時のいろんな権利関係とかそういうようなことがきちんと整理されて、気持ちよくそういうものを出してみんなが使えるようになるということが非常にいいんじゃないか。で、僕よく思うんですけれど、統合データベースっていうとなんかデータベースの話と思うけれども、これでまた古い言葉だとありましたけど、これ人間そのものなんですね。我々赤ん坊の時からいろんな経験をして、それによってそれを蓄積していろんな物事を判断するという意味ではデータベースを脳の中に作っていくわけで、それはしかし動物でもやってるかもしれないけれど、人間の違うところはそれを横に流して他人と共有してデータベースを社会のものにして、それによって我々の判断とか推論とかそういうことが行われていると思うので、まさにデータベースという概念そのものは別にそういう言葉で言わなくても我々の研究活動の中ではまさにそうやっている。あるいは例えば若い人がライフサイエンスに入ってきたいと思って考えたとして、何が面白いんだろうと思ったときに、何を読むかと、何かを勉強したいと思ったときにできることなら、そういう指針になるようなデータベースというのもあってもいい。そういうものが一対一線の研究者が作ったデータベースをずっとサーチしていく中で、そういう人に役に立つような情報を提供するというようなこともできれば、統合データベースというのは非常にいい、単に研究者に役に立つというだけではない、あるいは総役に役に立つというのはない、人間全体に役に立つようなものになるという、そういうことが本当は起これば情報システム研究機構という機構は、まさにそういうつもりで作っておりますので、そういうものに発展してほしい。ただそれは夢物語ですので、当面は非常に苦労をして、たくさんある
データベースを整理して横に串刺しして見れるようにして便利を図る、まずそのレベルぐらいまでが最初の、まず現在3年半ですか、立ちつつありますけれども、まあ、5年間で我々が達成できる精一杯のことだと思いますが、まあ、幸い先ほどご紹介ありましたように、JST の中にそういうセンターを作って、そこでさらに将来のことをよく考えて、CSTP の書いた文章によれば5年後に、新たなものを作るのか、それとも JST のものをさらに拡大していくのか、違う研究所を作るのか、どこかの大学に移するのか、まあ、いろんな可能性あると思いますけれども、そういう形で、統合データベース事業というのが、まあ、半永久的に継続してやっていけるという体制作りをするということが、まあ、現在、決まってこれからスタートをしようとしております。ですから、まあ、ここにはデータベース関連の先生方が大部分だと思いますので、もちろんデータベースという興味で見守って支援していただきたいと思いますけれど、それ以外にこのこと自体がサイエンスの発展のために最も重要なんだということなんですね。次に続く人たちに、この分野非常にたくさんのデータがあって複雑なこの分野をいかに見せるかということが統合データですというふうに僕は思ってますので、ぜひそういうもっと広い視野からもいろんなご協力をお願いしたいと思います。ちょっとまだ十分なご発言いただいてないんですけれども、あまり長くなるとちょっとだいぶ遅れておりますので叱られると思いますので、大変中途半端で申し訳ありませんが、ここでこのセッション終わりにしたいと思います。どうもご協力ありがとうございます。